で今を直すことに専念した方がいいっていうことをこう言ってくれたりしたんで、一回立ち止まって一回中断して、はい、もう一回直してちゃんと直してからスタートしようよっていう、うん、まあ、ある意味タオルを投げてくれたとか、はいはい、まあ良かったですねそこで、うん、まあ、根性論だけで行こうとはしてたんで、はいはい、歌う自分が嫌いみたいな、はい、自分の声も嫌いっていう時期があったんですけど、やっぱそういう時にやっぱつなぎ止めてくれるのはこう一緒に音楽やる仲間もそうですし、そのメンバーもそうですし、やっぱその待っててくれる人たちというか、やっぱ最後つなぎ止めてくれたものがそこでじゃね、はいはい、歌う自分をこう好きでいられたのはやっぱその人たちのおかげだったんで、うん、やっぱ自分の弱さを見せれないとか不安をこう人に伝えれないとか、一人で抱えて頑張りすぎちゃってる人とか、いろいろ今世の中いると思うんで、自分たちも同じように悩む人間として、はい、なんかこう、うん、音楽を通してこうその答えを一緒に探していけたらいいなと思えるのは、なんか今この1年の中で見つけたことを伝えていきたいと思ってますね。うん、